安いなこれ。あ、ごめんなさい。うわい、ナイスボール。いい音なるそれ。どこっすかそれ、メーカー。えい、ラスト。いいよ。はい。うわ、うまい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は撮影一緒にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。また呼んでください。お願いします。お願いします。ボンバーさんのグローブ紹介、そしてサングラス紹介お願いします。まずグローブから。めちゃくちゃかっこいいグローブを持ってました。じゃん。はい、水のプロのガイア用、公式用です。あ、公式用なんですね。公式用です、これ。これね、キャッチボールの時にめっちゃいい音鳴ってて。めちゃめちゃいい音です。これ何ですか、言うたら。これは水のプロで、なんかハカジャパンっていう、なんかハガっていう人がなんかやってるらしいです。あんまりちょっと僕も詳しいことわかんないですけど。なんか工場とかもなんかちゃうって言いますもんね。なんかハガ、ちょっと違うみたいですね、はい、水野でいうランクは上の、ね、はい、水のプロなんで、はい。で、公式用と、はい、これどこで購入されたんですか。これは球児先生で買いました。おわ、来ました、はい、僕もちょっとお世話になってます、球児先生。いいとこです、あっこは。これちなみに買った経緯は。買ったのは、昔はクーニン TV さんが、はい、球児先生の動画紹介で3つか4つぐらいグローブ紹介されてはって、はい、で、ちょうどもうその動画見て、梅田に走って動画で30分ぐらいで買いました。速攻買いに行った。速攻買いに行きましたね。これちなみに 何に惚れたんですか、そのすぐ買いに行った理由。もう色と形とで触った感触の革の良さも含めて、うん、結構なんか、はい、こう照りもあって、はい、いいんですよね。ツヤというか、なんていうんだろうな、はい、なんかね、自然に出てきてる感じ。革そのものの素晴らしさがあります。色もね、はい、オレンジ、はい、いいっすね。パカパカお願いします。内面ちょっと汚れてるんですよね。あ、今使ったんでね、はい、小指2本ですか。小指2本です。これでもいい音鳴ってました、はい、パチン乾いたいい音ね。そうですね。やっぱ水野、ボンバーさんはどうなんですか、そのメーカー的に水野が多いんですか。昔からずっと水野が好きでやってましたね。で、キャッチャーミットだけ畠山かウィルソンかって感じですね、はい、じゃ結構水野信者っぽい。水野信者ですね。これもなんか、これ何だろう、はい、何のラベルなの。多い。そうですね。ちょっと詳しい人、詳しい方ぜひコメント欄にお願いします、はい、で、革がなんて書いてましたっけ。これか、これなんて言うんですか、ジェネラルキップレザーだから、キップなんですね。キップなんですね。かっこいい。これちなみに球児先生でおいくら万円で。いくらでしたっけ、なんかセールやったんで、はい、多分4万円ぐらいだったと思うんですよね。おー、はい、じゃあまあ安いんじゃないですか。安かったはずですね、はい。加賀工場で、はい、加賀クラフト、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、じゃん。おわ、来ました、100のサングラスでございます。タティスジュニアモデル、はい、ちょっと一回かけてもらっていいですか。これマジこれ誰が打ったんですか。使いますそれ動画で。いやですよこれは。そんなこと全然大丈夫ですかこれ。コウスケ見て、コウスケバカにしてるよ。いやいや、怖いよな。誰が海坊主やねん。言うなそんなこと。今陰でチラッと聞いた雪声だよ。言うなよ。これどうですか見え方。いや、これめちゃめちゃいいですね。見やすいですか、はい、で、レンズの範囲が広いんで、右下とかここら辺も見えやすいんです、ね、確かに、はい、だからボンバーさんでもかけれるって相当そうですね、フィット感あり、はい、顔がでかいっていう意味ですかさすがやっぱ、はい、メジャークオリティ。そうですね、はい、でも色もピンクとピンクで、これイエロー、いえ、黄色ですね、はい。あ、ちょっとグレーション、グラデーション、グラデーションで、はい、買ってるんですね、はい、いや、かっこいい。で、かっこいいな思って。確かに去年買ったんですけど、買ったら、買って1週間後ぐらいにこのモデルの人のドーピングがバレまして、あー、すごい、なんかちょっとしばらく使うのちょっとなんか気まずいなと思って。なるほど。これいくらぐらいですか。結構これが多分、何も言ったかな、ワンドレット結構高価ですよね。3万から4万ぐらいの間で、間でも間でと思うんですよね。ちょっと値段忘れちゃいました。結構高価やけど、はい、まあまあそんなに買えるもんじゃないし。そうですね、なかなか数年使えるところはあるんで、いいですね。もう一回かけてもらっていいですか、はい、皆さん大阪で見た人はあんま声かけない方がいいです。スキンヘッドにサングラスも最悪や。最悪のコラボ。またピンクやから可愛くないですか。いや、もう全然可愛いないです。すいません、全然可愛いないです。可愛くない。ありがとうございます。ありがとうございました。
っちゃ